ですか。本当だ。ボスの。キャストボスの人じゃない。可愛いワンちゃんだった。俺今ペット買おうか悩んでて、はい、牛豚鳥どれ買おうかなって思ってて、うん、食好きでしょ。骨肉ってさ、なんかあだ名とかあったの？あだ名なんか仲いい友達からは、うん、てめえとおいこらてめえおいこら、うん、それあだ名じゃない。素敵な愛称をねもらってましたね。あ、それ、はい、それはあだ名って言わないんだ。残念だけど。いやそんなことない、うん、いやてめえって名詞でしょ。だからちょっとかわいそうになってきたな。まあまあ、いいあだ名だね。あはは。なんか気遣われるな、うん、わー、二択。分岐点がなんか過酷だな。あら、なんかボリタカの方が演技良さそうだけどね。あ、俺たちのこの先の、はいはいはい、この YouTube の活動も。そう、そんな上り坂。はい、上り坂行こう。行きましょう。なんでやねん。いやいや、ここどこ。かわいらしい。会話してる。あら、喋りかけてる。鹿とさえまくってる。思春期や。あ、思春期か。難しいお年頃。結構ね、あるんだよね、そういう。なるほど。苦労にも。ちょっとまた大きくなったらね、話しかけてみよう。鳥カツ。鳥カツ。あそこの袋を。いや、そんなバカな。いや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 、いいね、この距離だと。初めて見た、はい、山田が売ってるお店。山田屋。そんなバカな。事務用品分岐って堂々と書いてある。いろんな種類の山田が売られてるのかと思った。15メートル先、右方向です。いや、カーナビの代わりしなくていい。音声ガイダンス。いらん。いや、いらないこともないけどです。 AI もすごいことになってるからさ。確かに。しっかりしなくちゃね。我々人間が仕事を取られないようにね。俺たち人間がしっかりしねえと、はい、淘汰されてしまうじゃないですか。俺たちは人間だっていうことを、はい、俺はそういう人間だっていう。ビッグダディが入ってくる。お前らが AI が仕事取ろうとしても俺は譲らねえ。俺はそういう人間だっていう。いやいやいや。そういう強い意志がね。ビッグダディさんだったら AI に打ち勝てそうですね。点検済み、そこに貼る。もうちょっと腹のあたりとかね。ねえ、空いてるスペースがあるの。いい高さな、ちょうどいい高さなんじゃない。確かに、うん、1、2、3。3段4段。4段いきます。あっ、おっ、この120センチ以下でも乗れるジェットコースター。そんぐらいアトラクションだ。もう滑らかに早く降りれる。ここどこ。ネズグルメ行きましょうか、はい。大黒屋さんというおせんべい屋で買ってきました。 おせんべい炭火手焼きでございます。おお、はい、大きくない。大きいですよね。これ2枚で、600円でしたっけ。骨肉の顔より大きいんじゃない。あ、ほんとだ。あ、顔でっけ。失礼。あ、いただきます。どうぞ、うん、お、うん、音がいいな、うん、うん、この方さ、目が覚める。おお、寝ぼけまなこでちょっと歩いてたんですけど、ようやく目覚めましたわ。目が覚める。味も美味しい。なんか昔ながらの塩辛さというか、うん、やっぱ噛み応えがね、うん、満腹中枢を刺激する。硬ければ硬いほどいいからね、おせんべいって、ね、そうなんですよ、はい、いただきます。はい、でかいな。でかいですね。一口でいけるわこれ。いや、無理か。いや、無理じゃない。一口は何口かに分けた方がいいよ。ボーノー。言語間違えてない。ボーノだな、これ。もうちょっとなんか日本語を駆使した方がいい気がするんだけど。いやいや、お前リスか。小刻みに歯前歯動かして。お前母方がリスなんだよね。あ、そうなんだ、ね、うん、リスと人間のハーフ。そうそうそう、リスと人間交わってがっつり人間生まれる。だからリスはここなのよ。あ、そうか、歯だけ、歯だけ。普通なんか体毛とか生えてもおかしくないけどな。いや、体毛はもう普通の人間。人間の程よい体毛。へえ、うん、もうここだけ。
ああ、そりゃ勉強になるな。なになになに、どなに、え、どうした、お前はゴリラかい。俺はリスだったけどお前はゴリラかい。いや、もうゴリラがそんな食べ方するのか知らんし、想像のゴリラだ。あー、やるよねゴリラそういうの。そのそっちは人間っぽいんだよな、普通に。食うのは普通に人間、仕草がゴリラなだけなんだよ。チャンネル登録よろしく。